どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、いいですよ。ビギンさんが歌う。ビギンさんっていうよりね、ビギンウィズアホナスターズ。笑顔のまんま。こちらの曲をガズレレ流超シンプル簡単バージョンでやってみようと思います。このね、曲ね、皆さん聞いたことあるでしょ？笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま、これいい曲です。これウクレレにすごくフィットすると思われます。はい。この曲の由来はですね、まあ、明石家さんまさんがビギンさんに依頼したという話があるんですけど、まあ、詳しくはですね、ウィキペディアに書いてありましたんで、皆さん興味あればご覧になってください。さあ、いつものようにガズレレ流2バージョンでいきますよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにガズレレアレンジした超絶簡単バージョン。後半は、かっこいいリズム&グルーブ。これちょっと跳ねててファンキーなんですよ。これかっこいいんです。かっこいいバージョン後半やります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、歌いたい曲、なんか心からこうね、好きだなっていう曲をね、CD 聴くのもいいです。カラオケ行くのもいいんですけれど、自分で楽器を奏でながら歌うということ。弾き語り2、これがもう最高です、皆さん。ぜひ体験してもらいたいです。でも私は音楽は無理なんです。苦手なんです。という方。ウクレレさんがいます。ウクレレさんはいいですよ。この子はですね、もう弦が4本しかなくてちっちゃいからいつも持ち運びできて簡単です。簡単なんですけど、やってみたらわかります。ものすごい奥が深いですからね。本当にね、ハマれます。で、簡単でハマれるとなれば、やっぱりずっと続くね、まあパートナーになりますんで、ぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどん音楽が楽しくできるようになるということになっておりまして、もうちょっとするとここにリンクを貼り付けます。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、その数字の順番通りに動画を見ながらウクレレを触っているだけで、あれ、私今もうできちゃってるんじゃないのかしらという勘違いではないです。本当にできてます。そういう風になると思いますから、皆さんどんどん音楽をやってみましょう。まあまあ、YouTube だったらさ、無料だもん。いつでもどこでもスマホでも見られるし、テレビにもお映しできます。ぜひこの機会に音楽やってみましょう。はい。じゃあリンクあります。初心者ですね。ここ行ってらっしゃい。クリック！行ってらっしゃい。そこには私が今まで撮りためたありとあらゆる簡単ウクレレレッスン動画の曲が上がっております。もう700曲近くあります。最新 J-POP から定番 J-POP から洋楽からハワイアンからアニメソングから映画の曲からもうね、演歌までありますからね。凄まじいです。はい。700曲あったら皆さんの好きな曲もきっとあります。さっきのここのジャンプの方の下の方に行くと、検索できるようになってたり、ジャンルボックスで見れるようになってます。ぜひ見てみてください。さあ、早速やってみましょう。笑顔のまんま、Begin with アホナスターズ。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。時でも笑ってられる、そんなあんたはほんまにアホや。先のことなど考えないまま、ペース配分さえできないで走る。悲しい時こそおどけてばかり、そんなあんたはやっぱりアホや。惚れて振られてまた繰り返す、学ばないまま明日を迎える。だけどそんなあんたを見てると、なぜか優しい風が吹き抜けてゆく。湿った心は笑いで乾く。笑顔のまんま、笑顔のまんま、そうさ人生生きてるだけで丸儲け。 Oh 笑顔のまんま、笑顔のまんま、そうさザッバザッ、あの時はあの時さ。僕が笑いを君にあげるから、君の笑顔を僕にください。せーの、はい、やってみました。笑顔のまんま。いいですね。これウクレレに合う曲だと思います。そして歌詞がやっぱいいじゃないですか。このビギンさんから見て、このさんまさんのこの
感じ、なんかこうね、なんかこう親近感が湧く曲だなと思います。皆さんもこれやってみましょう。今ご覧になって分かっていただいたように、ガズレレショートカットバージョンで1番でサビでエンディングという風になってますけども、フルでやりたい方、2番の歌詞を書き足してご自分の歌本を作ってください。はい、そしたらこの私のノートを見ていただいて、メモってやるのがいいと思いますからね、これを参考にご自身でメモってみてください。はい、あ、テロップと一緒ですけどね、ちょっと言葉がね、思ったより多いっていうことがまあ一個あります。じゃあ、一時停止でメモっていってください。でですね、まあまあちょ、まあまあひとまずどうぞ。はい。一時停止。で、ここなんか、ワンブロックに4つ入ってるとか、ここね、2拍なんて、ここがちょっとね、最初1個ポイントですけど、ここ、1234、1234でしょ。1234、1個ずつ、12引いて、1234。ここ2拍、テロップにも書いておきました。ここだけちょっとね、ちょっと動画で理解してください。ということで、この辺になると、この下にくるくってあるやつは後半やるかっこいいバージョンです。まあ、ほぼ一緒ですけどね。これを、初心者バージョンでも、の人でもできるかもしれないんですけど、まあ一応分けてみましたと。じゃあこの辺から、さっきここまで一時停止した。この辺かな？はい、ここ。はい、B メロからサビに行く流れですね。後半かな？はい。で、後半のかっこいいバージョンではここ2回繰り返して、ここに行こうと思うんですけど、今はずるーっとここまでやったというような流れになっています。テロップとちょっと見合わせながら帰ってみてください。じゃあ、まず出てくるコード。C、A マイナー、F、D マイナー、G7、E7、E マイナー7。はい、コード7個でございました。はい、これですね。いつも出てくるやつ。ドン！ガズレレ必須コードでございます。必須コード、ガズレレ。これは必須って書いてあるでしょ？これはですね、コードっていうのはもう何十万とあるんですよ。ほんと何十万個ですよ。星の数ほどある。なんですけど、皆さん、ウクレレで音楽にちょっと触れてみようと思った方にとってはですね、このガズレレ必須コードってなんじゃらほいということで説明して、すると、8個のウクレレにとってものすごい都合がいいというか、ユースフルな、英語で言うとユースフル、使えるコードの塊。必須ですから、8個覚えちゃったらほぼいろんなことできます。ウクレレにおいてですよ。ですので、せっかくこの動画でウクレレで音楽ちょっとかじってみようと思った方、まずこの8個のコードを最優先で覚えてください。以前この8個のコードを解説してます、私が。めちゃくちゃ分かりやすいです。入門コードですから、押さえるのは簡単ですからね。ただ8個あるっていうところでちょっと、8個かって思うけど、この動画を見ると、すぐに分かります。ここにリンク貼っておきましょう。めちゃくちゃ分かりやすいんで、絶対マスターしてください。その中でできます。その8個のコードの中の、今日は7個でやりますということですから、コードはそちらの動画で勉強してください。さあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。今日はですね、コードはもうほぼ、変わらないんですけど、イントロを今、シンプル簡単バージョン、ショートカットしたの。この A シャープってコードがちょっと出てくるんでね、これはかっこいいバージョンでやろうと思います。これが A シャープです。ちょっとこのコード解説。はい、押さえる場所。ここと、ここと、ここと、ここですね。ここと、ここと、ここ。だから、こういう風に人差し指で2つ押さえて、ちょいちょいって、こうやって押さえるのもいいし、まあ、できる方は1フレット全部制覇って言って押さえて、これでもいいですけど。まあ、初心者の人はこの2つをこうやって押さえる。この角度見てください、ここの角度。このぐらい反り込んでギュッとやると2つ一緒に押さえられる。これがちょっと初心者さんが難関、難しいかなということで、かっこいいバージョンだけにしました。はい。で、今日一番やっぱりやりたいのはね、このリズムなんですよね。ちょっと聞いててくださいね。C だけで弾きます。こんな感じ。シャッフルの16ビートのチャです。しかもカッティング入り。ね。ゆったり、この跳ねてるんですよ。シャッフルっていうのは、普通のリズムはね、チャッチャッチャッチャでしょ？シャッフルは、チャッチャ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 ってこう跳ねてるんですよ。これを16ビートのチャでやる。これは結構難易度高い。C のワンコードで、このグルーブです。カッティングをさらに入れると、って感じになります。はい。一応16ビートのチャの基本、弾き方、ここのリンクに、書いてあるっていうかですね、これ動画のリンクが貼ってあります。このリンク先は何かと言いますと、私のガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろという特集があります。その中から、16ビートのチャという動画でマスターをしていただきたいんですけれども、まず8ビートができないと16ビートができないので、8ビートからマスターしてください。何にも知らない、よくわからない方。8ビートをマスターした後の8ビートのチャっていうのは、これですね、アクセント、チャっ
って言ってでしょ。これをできるようになってから16ビートの世界に突入というね、あの順番がありますんでね、まあ一応ご理解くださいというか、まあこれできると気持ちがいいですから、すごい難しいですけどね。で、それにさらにカッティングを加えようってことなんですけど、さらに皆さん、さらにあるんですよ、今日は。ちょっとこの難易度が高いのがね。見てください。ほぼワンブロックにコード2個じゃないですか。今やってるの C はワンブロックだったらいいけど、コードが2つになった時に困るわけですね、今の弾き方だと。それをですね、まあ一応ここに図に表したんですけど、まず上の段はチャを入れないバージョンですね。そうすると、じゃん、じゃん、じゃじゃ、じゃん、じゃ、じゃん、じゃ、じゃん、じゃ、じゃ、じゃ。黒いところが次のコードです。つまりです、ここで言うと C と G7 だとします。C は白丸、G7 は黒丸ですから、C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 、G7。要はここシンコペーションになってるんですね。このシンコペーションを書いてあるシンコペーション。前に食い込んでるんですよ。じゃん、ちょっとここやってみようか。チャなしでやると、こんなリズムになります。じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。アップで変わる。はい。ここがポイント。で、ここに、チャとカッティングを入れたいんですよね。だからかなり難易度高いです。じゃあ C、G7 いきましょう。こんな感じかな。じゃんじゃじゃじゃ。こんな感じです。これじゃあ、A メロのところを最初やってみましょう。辛い時でも笑ってられる。じゃじゃん、じゃん、じゃ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 ん、じゃん、じゃ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 ん。こんな感じでございます。これはやっぱり難易度高いですね。そして今やったのがこの下の段のこれになるかな。どうだろう、はい。じゃんじゃじゃ、じゃんじゃ、だつったたんだ。この茶が多くなるっていうイメージですね。じゃんじゃじゃ、ちゃちゃちゃ、じゃつちゃじゃ、ちたちゃちゃ。はい。上の段は茶がないバージョンのこの弾き方。下の段は茶があるバージョンの茶っていうのはこれ星が茶ですからね。丸は引く。バツは空振り。黒丸は後半のコード。後半のコードっていうのはこれ前半のコード、後半のコード。前半のコード、後半のコードですよ。これはちょっとテロップでもちゃんと書いておくんで、ちょっと一時停止でメモってみておいてください。これちょっと難しいです。これが、この曲の超絶難しいところでございます。かなりシャッフル感出していいと思います。はい。そしてですね、最後のところはちょっとガズレレのオリジナルアレンジで、エンディングの僕が笑いをっていうところだけガズペジオでやってエンディングに入っていこうかなと思いますと。はい。こんな感じでございます。ちょっとざっくりした解説ですけど、このリズムっていうのはね、いくら口で言ってもやっぱりこう体で感じて自分のものにしていくしかないんで、調子に乗ってですね、こんな感じかなっていうのでいいです。体をこう思いっきり、体ごと乗っていく。そのグルーブの中に自分から入っていく。これがね、いいやり方だと思いますよ。はい。では笑顔のまま、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、1、2、3、4。One more time. Oh, 笑顔のまんま笑顔
顔のまんま、そうさ人生生きてるだけでまくも OK、 笑顔のまんま、笑顔のまんま、そうさザッバザッ、あの時はあの時さ、僕が笑いを君にあげるから、君の笑顔を僕にください。はい、笑顔のまんま、ビギンウィズアホなスターズガズレレレ、いうかっこいいバージョンやってみました。いかがですか？あの、シャッフル感。ね。これ体ですよ。このグゴ。ね、そのリズムの中にこう、いらっしゃいって感じで入っていく雰囲気がいいと思うんですけどね。もう、大好きです。こういう感じのやつを。はい。皆さん、このリズムの、海に溺れましょう。はい、ありがとうございます。楽しいことは、どんどんシェアするのがいいと思います。ウクレレやって楽しいじゃないですか。そんな方、周りの方にどんどん教えてあげてくださいね。よろしくお願いします。さあ、ガズレレホームページ、どんご覧になってください。ガズレレ .com ですよ。はい、ホームページを見てくださるといろんなこと書いてありますからね。最新情報盛りだくさん。イベント情報から行きましょう。はい、こちら、ドン。まずは沖縄、那覇行きます。長野市行きます。奈良行きます。この那覇ではですね、前日の、6月15日に、なんと、純駆動那覇店さん、トークショー&サイン会、入場無料あります。その入場無料前日に、ちょっと私のトークショーを聞いてもらって、次の日にウクレレ持ってきてワイワイやりましょう。はい、そういう流れがいいと思います。はい、長野と奈良ももう絶賛チケット発売中でございます。そしてですね、そういうこと、あとはね、このウクレレだ、ウクレレのクラウドファンディングをやるというね、情報があったり、リットミュージックから新しい本が出たりとか、ガズレレ歌本シリーズがあったり、まあ、いろいろあります。本もいっぱい出してます。そのこと全部ホームページね、リンクここに貼ってきますからね、行ってみてください。このホームページのね、ブログがあるんですよ。このブログ。ブログいいこと書いてますから、ぜひ読んでみてくださいね。はい、楽しく音楽やりましょう。いや、音楽が聴くのいいけど、やるのがもっと最高。これがガズレレ合言葉です。さよなら、バイバイ、チャオ。寂しい。